アロハ、こんにちは。 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回なんですけど、エデン雷属性弱点魔法有効にチャレンジしていきたいと思います。ベストタイムは45秒64ということで、ベストタイムを更新を狙っていってみたいと思います。最後にパーティー編成やるので、ラストまで見てくれたら嬉しいです。 YouTube ライブにて初見から初回撃破、初日にやったものを YouTube ライブアップしてますので、よかったら仏間も両方一緒にやってますので、アーカイブ見てくれたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。エデン雷弱点魔法有効、行ってみましょう。ベストタイム更新していきたいと思います。エデンさん、まずは毎度おなじみユーナさんでゲージ溜め戦技。暗闇の雲は短縮のアビリティですね。トライソーサリー、トットちゃんとクラクモ姉さんはトライソーサリーで開幕いきます。モグちゃんなんですが、覚醒1風のラプソディでヘイストかけてバフをかけていきます。ガネ様はアレグロコンモート、トライソーサリー。クラクモ姉さんちょっと出遅れましたが、初動はこんな感じ。ユーナ様でエデン魔石を使っていきたいと思います。強力な攻撃3連なのでかなりかっこいいですね。モグちゃんは千アビ、エデンの攻撃かっこいいですね。トットさんは新奥義、ガネさんはゲージため戦技、エデンの攻撃99,119、強式はレベル1。モグちゃんは専用アビリティでバフをしながら回復、確定分2回目。プライムクモはリミットブレイク戦技、こちらで弱体を入れます。食らってからユナさんの新奥義踏みとど入れます。ガネさんは新奥義、モグちゃんは引き続き英雄専用アビリティ、伝説のハーモニー確定2回やってきます。トットさんはフレンドチェーンを準備してます。エデンの攻撃、クラクモネさんは新奥義、来ましたファブラソーサラー、これでチェーンをフレチェーンを入れていきます。ガネさんはシンクロ、ユーナ様で D 角即発2ターン短縮、この恩恵にあやかるためにガネさんはちょっとスキップしました。フィーバーずらしをするためも含めて、モグちゃんは6000、守りのシンフォニー、ガネさんシンクロ、フレームの雲もシンクロ、トットさんは D 角打ち切れていきましょう。スキップ、ユナさんでオーディン、ガネさんの攻撃、これでアレグロコンモート一発入れていきます。弱体も一発、ディエガオの練習、ユナさんでオーディン魔石のアビリティ使って防御ショー、魔法防御ショーのデバフを入れます。でモグちゃんパスサルを使ってフィーバータイム、こちらが入ります。クラクモ姉さんの攻撃、左アビです。トットさんブチ切れ、確定分3回目。フィーバータイムで攻撃、モグちゃんは覚醒2、みんなのダンシング使っていきます。そしてフルブレ短縮、まとい剥がし来ましたね。ユナさんは千アビで回復、ディエガオの練習、追撃回復、
ドラクモ姉さんで、こちらで2回目の左やり、打ち切れ、健康が今入ってますね。煙突攻撃できる右アビとアレグロコンモート使っていきます。伝説のハーモニー、アクティブ2回目、第2フェーズ突入してますので、こちら健康デバフをクラクモ姉さんで解除していきたいと思います。左アビ2回使った後の右アビ、こちらで攻撃で、トットさんなんですがシンクロ使っていきます。公式解除、ドライソーサリー2ターン短縮、追撃、ペインは1、ガネ様の攻撃、パッションサルサ交互に使ってます。特に意味はありません。ユナ様の約束の指笛、ディエガオの練習、名称サンダー速発で、さらにトライソーサリー使うことによって2ターン短縮、ガネさんで弱体できる覚醒を使います。で、限界突破レベル1も追加という感じです。タイムは18秒、目標なんですが最終フェーズ行くのは30秒ぐらいで最終フェーズ目標という感じになってます。ガネさんは覚醒で弱体をマイナスに入れると、リエガオの練習、エターナルブレスまでは残りカウント3で、続き攻撃していきます。煙突、公式レベルは2、公式レベル1、ここでモグさん覚醒1を使って風のラプソディバフをかけていきます。トットさんも攻撃、ブチ切れ、トットさんがなかなかダメージが出ないのがちょっと寂しいところなんですが、気にせずいきましょう。グラビジャフェイクバリア、ここでクイックバリアつけるので2回目のチェイン、トットチェインでいきます。速発、エターナルブレスまでカウント2、ペインレベルは3、ペインレベル2ね、公式は3か、モグちゃんは1000アビ、モグステップ攻撃、聖なる守護神千阿弥ですね。ここで D 角の効果が切れてるんですが、ユナさん
超絶で2ターン短縮とリジェネガを入れていきます。オーバーヒールでした。ゲージはかなり溜まってる。ブチギレ、第2フェーズをねスムーズに突破したいんですが、ここの後半戦なかなかダメージが出なく、チェーンもかけ直したばかりなので苦戦してますが、クラクモ姉さんの攻撃伝突してくれてます。17000で超絶使ったんで即発で今オーバーヒール状態なので、斬鉄剣こちらでデバフを上書きします。ブチ切れ、なかなかダメージ出ません。エターナルブレスで行動キャンセルが来ると、キャンセルではないか、最終フェーズだけですね、すいません。でペインが7に入っているので、ここを壊していきたいと思います。エッセスのハーモニー、モグステップからのフィーバータイムなんですが、ここ弾も壊していきたいと思います。トライソーサリー2ターン短縮、ちょっともったいない気もするんですが、短縮優先でいきたいと思います。クイックバリアでフルブレ入れていきたいと思います。追撃回復の D 角が切れちゃってるので、ここからは覚醒2で追撃笑顔の練習入れていきたいと思います。回復は余裕があります。最終フェーズ突入まであと少し、皆さん火力も出てるので、ここで削り切っていきたいと思います。タイムは 28.45、 これ強力な攻撃、クラクモ姉さんは D 角使います。最終フェーズ前に整えていく感じです。ゲート攻撃ナイス、ガネさんも D 角整えていきます。少しずつ準備をしていく。ガネさん D 角使いました。トットで突破したいところ、突破できなかったのでクラクモ姉さん、クラクモ姉さんで突破。タイムは 32.09、 ちょっと目標タイムは30秒だったんですが、ちょっと届きませんでした。モグちゃんで最終フェーズ 50% 入ったタイミングで魔石エデンを使っていきます。弱体はマイナス6、ここからが最終フェーズの調整。ガネさんはチェイン、ガネチェーン使ってきます。強式レベル3、エターナルブレスの発動まで3、カウント入ってます。でガネさんチェーンがここで発動、このタイミングでトットさんのリミットブレイクリミットチェーン即発、クラックモ姉さんの6000健康デバフをかけていく。トットさん究極リミットブレイクチェーンからのすぐ即発でいけます。グラビジャクラってから
ユナさんは超絶でリジェネが入れます。で2ターン短縮、天からの祝福、これで2ターン短縮プラスリジェネガを付与、エデンの攻撃、ガネさんも究極、皆さん準備していく、でクラクモ姉さん究極、準備はバッチリ、トットさん覚醒も使っていく、トットさん覚醒、ゲージはめちゃめちゃ余ってます。さあここからペインレベルは1、モニョノクターン3ターン短縮、バフですねかけていきます。ペイントリガー、ペインは2になりました。段階目攻撃は減突してる、クラクモ姉さんも攻撃に移っていきます。シャントットさんの攻撃追撃か、素晴らしい、クラクモ姉さんの攻撃、まあいい感じにダメージ出てます。トットさんの攻撃、打ち切れ、シャントット先輩の攻撃、リエガオの練習、エターナブレスベーター、ペインレベルは6、ガネさんの攻撃、すげえいいダメージ出てます。ここからモグさんは左アビを使っていきます。ユナ様待機、ここから強力な攻撃が飛んでくるので待機していきたいと思います。ゲージはめちゃめちゃ余ってます。もっと前半に使ってもよかったかなという感じは若干ありますが、クラクモ姉さんで攻撃、トライソーサリー2ターン短縮、トライソーサリー、トライソーサリー、いいダメージ出てますね。さあ後半戦、マジックダンス1回目、こちらで踏みとど使っちゃうのでユナ様で即発で約束の指笛、2ターン短縮ばらまきプラス踏みとどかけ直しで、マジックダンス今入ってるので皆さん攻撃していきます。いいダメージ出てますね。4万4万4万3万9999、素晴らしいですね。ガネ様素晴らしいダメージ出てます。で即発新奥義使ってきます。3万3万3万、素晴らしい。暗闇の雲の新奥義、気持ちよく攻撃をしていく。残りちょい残し、さあここ気持ちよくかっこよく決めたいところなんですが、ユナ様ゲージ余ってるのでちょっと遊ばしてください。最後ここバハムート新奥義、かっこいい演出が見たかった、これを動画に挟みたかった、使いたかっただけです。ちょっと余裕があったのでふざけてみました。で最後は気持ちよくトットで決めたいと思います。24000、24000、24000、素晴らしいダメージが出て、最後フィニッシュ99999、45.39 ベストタイム更新ですね。はい、今回はちょっと気持ちよく必殺技もダメージが出てくれたのでいい感じに取れたんじゃないかなと思います。タイムはまあ
30秒切りとか40秒切りのラインにはほど遠いんですが、好きなキャラを使えて撃破できました。後半にパーティー編成を紹介していきたいので、最後まで見てくれたら嬉しいです。で YouTube ライブの方には初日初見から初回撃破までの仏間ともに一本の動画で、まあ、長い動画になるんですが YouTube ライブのアーカイブ残っているので、そちらを見てくれたら嬉しいです。それではエデンさんのこちら水属性雷弱点魔法有効のエデン、こちら魔法有効タイプパーティー編成を紹介していきたいかなと思います。はい、なかなか楽しくできましたねエデン。やっぱ魔法の方は僕はちょっといつもメンバーなんですが、ユナモグコンビにしながらシャントットさん、モグさん、ユーナ様、ガネ様、クラクボ姉さんと、こちら雷魔法のスタメンで組んでおります。それではシャントットさんから見ていきたいと思います。英雄神器装備してます。アビリティはトライソーサリーと英雄アビリティ、必殺技こんなやつですね。究極 D 角シンクロリミットブレイクチェーン新奥義、覚醒、まあ、この戦技の方は使わなかったんですが、まあ、チェーンもシャントットさん使います。リミットブレイクオーバーフローは5連のタイプ使いませんでしたが強力です。マテリアこんな感じ、モグちゃんこんな感じですね。英雄神器と英雄アビリティパッサル、必殺技覚醒1覚醒2シンクロ、森のノクターン超絶も使って6000のバリアも使います。マテリアこんな感じです。ユーナ様英雄神器でアビリティなんですが、いつも通りオーディン、こちらで防御魔法防御ショーデバフをかけます。英雄神器必殺技こんな感じですね。最後は遊びで新奥義バハムと使いました。マテリアこんな感じ、ガネ様見ていきましょう。英雄神器アビリティはアレグロコンモートで千アビ、シンクロアビの2回使えるタイミングでアレグロコンモートもばらまいてます。チェーン役としても使ってるのでガネさんはなかなか忙しいです。でダメージも出してくれると。マテリアこんな感じ、クラクモの姉さん見ていきましょう。英雄神器トライソーサリーと英雄専用アビリティつけてます。究極 D 角シンクロ覚醒新奥義、あとリミットブレイク戦技と健康デバフの戦技、こちらも使います。マテリアはこんな感じです。でステータス載せてます。参考までに続きまして魔石の紹介していきたいと思います。エデンメインはエデンにしてます。継承枠マジックアップ2発で継承もマックスになってます。サブ魔石も見ていきましょう。バハムート霊式、バハムート界ギルガメッシュオーディンになってます。バハムート霊式から見ていきましょう。継承枠なんですがクイックアクションマジックアップ1個ずつ乗せてます。継承はマックス、バハムート界継承枠はヒールアップフィジカルアップ1個ずつ乗せてます。継承レベルはマックス。続きましてギルガメッシュ継承枠エンサンダー2発乗せてます。継承枠はマックスです。オーディンさん、オーディンさんなんですがマジカップ2発からの継承枠はマックスです。魔石参考になったら嬉しいです。でフレンドなんですがファブラソーサラーこちら使ってますので、フレンドチェーン1回だけ使います。第1フェーズトットでチェーンという感じですね。ベストタイム45秒39動画の配信、こちらの動画でベストタイム更新になることができました。最後まで見てくれた皆さんありがとうございます。で YouTube ライブの方でね、初日から初見初回劇までの仏間やってますので、アーカイブ概要欄と固定コメントに載せておくので、よかったら見てくれたら嬉しいです。引き続きファイナルファンタジーレコードキーパーコンスタントに動画投稿と YouTube ライブやってきますので、見てくれたら嬉しいです。他にもファイナルファンタジーシリーズライブ配信やってますので、そちらも遊びに来てくれたら嬉しいです。海外動画も毎日ショート上げてます。モチベーションアップになりますので、チャンネル登録高評価コメントしてくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。